はい、皆さんこんばんは。フクロウの会と FOE ジャパンでお送りしますフクロウ FOE チャンネル FFTV、 今日は11月13日水曜日です。今日はですね、特集の63ということで、いよいよ秘密保護法です。はい、今日のお題は秘密保護法と国家安全保障会議、何を狙っているのかということで、山下幸男弁護士お越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、そして今日はもう一方、はい、徳さんです。はい、どうぞ徳さん、マイクどうぞ。はい、徳さんこと徳根和幸さんですね。はい、ということで今日はですね、3人で、まずはお送りしたいなと思うんですけれども、はい、あ、じゃあ寄って寄ってということで、山下先生とは実は私、はい、きちんとお会いするのは初めてということで、よろしくお願いいたします。で、今日ですね、私たち特定秘密保護法のことは前に1回ちょっとそのシール投票の時に FFTV でもやってるんですけれども、はいはい、やはり今国会で通りそうみたいないうのもあって、まあ、はい、まあ、それは危険な状態であります。とっても危険な状態で、まあ、いろいろ今国会議員周りなどもしているんですけれども、はい、でその中でですね、まあ、徳さんはいろいろ詳しいので教えていただいている中で、山下先生がぜひ良いのではないかということで、今日ご出演いただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。お忙しいのに。山下先生は、まあ、今日今からですね、まあ、今回の秘密保護法、はい、以前は秘密保全法とか言われてたんですけど、そうですね、はい、まあ、そこに、まあ、今回のここに至る経緯もお話しいただくんですけれども、もともとこの秘密保護法ですとかこういった関係のものにはずっと関わってました。民主党政権時代にですね、はい、有識者報告書というのが出まして、はい、この、まあ、当時は秘密保全法を作るという動きの中で、これ大変危険なものであるということで、はい、まあ、個人的にも、はい、まあ、ブログに書いたり、はい、あと、まあ、日弁連の方では、はい、秘密保全法制対策本部というものが立ち上がりまして、はい、まあ、その本部員ということで私も入りまして、はい、まあ、いろいろな活動をしてまいりました。はい、そして、まあ、安倍政権になり、はい、で、 ですので、まあ、ちょっとその民主党政権の時は、まあ、政権が倒れたというのもありますけれども、はい、まあ、亡くなってまたあっという間に出てきたような感じもするんですけれども、じゃあこの今回のまあ秘密保護法、まあ、以前秘密保全法と言われてたこれはですね、まあ、どういった経緯でまあ今回出てきたのか、はい、その背景などちょっとまず教えていただければと思います。それでは、まあ、ちょっとこの絵なんかを見ながらということなんですが、はいはい、お願いします。実は、まあ、皆さんご存知の通り、いわゆるスパイ防止法と呼ばれた法律、はい、これは1985年ということですけれども、はい、この法律はこれは自民党のまあ有志の方が、うん、議員立法という形で提案したものでした、うん、まあ、今回はこれ政府提案ですから全然重みが違うんですが、うん、まあ、当時は議員立法ということで、はい、法案が出された、はい、でこれに対してはもちろん日弁連も全力を挙げて反対いたしましたし、うん、国民の間でもものすごい反対運動起きた、うんうん、ということもあって最初に廃案になっております、はい、でこの時に最近でも報道されてますけど、はい、谷垣さんとかですね、一部当時の自民党の議員の方、はい、まあ、7人ぐらいですけども、はい、これに対して反対ということをですね、うんうん、月刊誌の方に原稿を寄せたということもあったりして、うん、まあ、そういう意味でやはり自民党の中にも反対がいたという、うんうん、そういう中で出された、これは中曽根政権下のことですけどもね、うんうん、これは1985年です、はい、でこれはまあ内容的に言うと、まあ戦前のやはりいろんな、まあ、軍紀保護法とか、うん、国家保安法とか、うん、まあ、そういうものの流れの中で作られた、非常にどっちかというと非常に戦前のものを復活させるような、うん、ちょっとそういう、まあ、そういう内容の法律であったとは思います、うん、はい、でこれのその後ですね、もう一回その86年翌年にですね、うん、もう一回それを修正した法案を出そうとしたことがあったんですが、はい、まあ、それも結局、まあ、法案出さないまま終わってしまった、うん、まあ、これがもうだいぶ前ですけど、うん、85年6年の出来事でした、はい、でこの後しばらくは何も動きはないんですけども、うん、実は自民党政権下でですね、はい、つまり民主党政権になる前の時期に、はい、この、まあ、この今回の法律につながるものが検討されたことがあったんですね、はい、ただこれはその前の出来事がもっと大事でありまして、うん、2001年の10月に、うん、実は自衛隊法が改正されていまして、はい、この時に新しい今防衛秘密についての新しい法制がこの時にかなり作られていて、この内容は実はほとんど今回の法律を先取りするような内容になっていたんですね。すなわち、まあ、法定刑もですね、うん、国家公務員法は1年、ね、まあ、懲役1年以下の懲役ということですが、はい、まあ、これ5年以下の懲役という形でかなり重い刑にしたり、うん、あと過失とか未遂とかですね、うん、今回もありますけど共謀とか、ね、独立教唆、扇動罰するっていうのは、これすでに今回の法案にあるものが
ほぼここに現れています。これは防衛秘密に限るものですけども、はい、2001年実はそういうものが作られていた。でこの時ほとんど議論もなくこれが通ってしまった、うん、ということがありました。それからも今回に至るもので一番大きいものが2007年のこの8月にですね、うん、ここにありますけども、うん、これは実はアメリカと日本の間で、まあ、GSOMIA というふうに訳している、うん、まあ、この軍事情報包括保護協定、これを GSOMIA と訳してます、はい、この後に書いてジェネラルセキュリティオブミリタリーインフォメーションアグリメントということなんですが、はい、これの略で GSOMIA と、うん、これが一番重要でありまして、うん、これは日本政府とアメリカ政府との間で、うん、要するに秘密をですね、うん、第三国に提供しないと、また両国間でその秘密の保護を確保すると、うん、この下のところですね、ここが今回の法律につながっているわけですけども、うん、まあ、こういうものがもう実は2007年に作られて、うん、この協定を締結しているんです、うん、はい、でこれに基づいて実は当時の自民党政権はこの分ですね、すぐそのすぐ後にですね、はい、この自民党政権下でこの秘密保全法制のあり方に関する検討チームを作りまして、うん、翌2009年4月にはその結論基本的な考え方についてと対する報告書をまとめています、はい、ところがこの間これ例えば今日の東京新聞に載ってるんですけども、うん、これを今情報公開請求すると、うん、まあ、真っ黒な状態で出てくると、うんうん、いうことなのでよほど見せられないものであるということですけども、まあ、これがもう実は2009年に作られていて、おそらくこれはですね、後で説明する民主党政権下における有識者報告書と実はほとんど同じものではないかと私は思っています。つまりもうこれは官僚たちが作ったものですから、うん、官僚たちは政権交代で関係なく同じなので、まあ内容は同じだと思うんですが、これを今出してしまうと結局こう官僚たちが作ったということがバレてしまいますから出せないんだと思うんですけども、いずれにも2009年4月の段階で今回の法律に至るですね、原型がもうすでに用意されていたとまあ考えられるわけですね。ところがまあこの後政権交代が起こりまして、はい、まあ、民主党政権に移るわけですけれども、はい、まあ、民主党政権下では、まあ、例 の, その尖閣諸島で の,、うん、はいはい、まあ、ビデオが、はい、YouTube に、はい、公開されたという、はい、まあ、事件を受けて、はい、ここにありますけど、まあ、2010年の12月にですね、はい、この検討委員会を作りまして、はいはい、そして有識者会議をその1月にまあ設置し、はいはい、で2011年8月にまあこの報告書を出した、これが先ほどから私が言っています報告書ですけど、はい、この報告書で、まあ、ほぼ今回の法案に至る、まあ、形がですね示されたということです。ただしこれはおそらく自民党政権下で作ったものと、うん、おそらくほとんど同じものであるというふうに私は、まあ、想像いたしますけれども、うん、まあ、そういうものが作られ、うん、ここで初めてこの法案の、まあ、内容が具体的に明らかに、まあ、なったと。ところが、まあ、結局有識その受けてですね法律を出すと、その次の通常国会に出すということまで決めたんですけども、うん、はい、結局、まあ、通常国会の段階で、まあ、2012年3月の段階で法案提出は断念したという経緯が、うん、まあ、やっぱりこれある程度こう反対運動というものがある程度ありましたので、うん、まあ、そういうことも受けて断念したと、うん、でそのまま、まあ、その後、まあ、民主党からもう一回自民党に政権交代したと、うんうん、それで今回の法案に至ったという形になります、うん、なるほど。ちょっとずいぶん過去からあるんですけれども、はい、これまでですね反対、まあ、ここでも話あったようにその反対運動がまあ起こってでまあ、止めてこれているというような形なんですが、うんうんうん、先生から見ると今その現在出ている秘密保護法案に対するその市民であったりとか、まあ、有識者というかですね、うんうん、弁護士の先生方もそうだと思うんですけど、うんうん、の反対運動の大きさというと どんな感じですか。今その止められてないのは何でなんですかね。まあ、逆に言って今止められない理由はですね、うんうん、まさにその自民党をまあ、公明党を含む与党がですね、うん、現在衆議院も参議院も多数をまあ取ってしまったと、うん、要するにねじれ現象を解消してしまったということが最大のまあ問題で、したがって今自民党公明党はですね通そうと思えばもう簡単に通せるわけですよね。だからそこがちょっと民主党政権下とは違っていて、民主党政権下ではまあねじれとかがあったわけで、なかなか簡単には通らなかった。もう今これだけ強気に来ているのはまあ間違いなく両議員ともまあ多数を占めていて、圧倒的多数を占めているので、まあ、いつでも可決できる今だ、そういうまあ、かなり国会情勢ですね、うん、これが大きく違っているということがちょっと違っていると思いますね。この民主党政権下とは状況変わったと思います、うん、はい、すごくどうでもいい話なんですけど、うん、その結局ですね、まあ、政権は違うんですけれども、うん、官僚の方々が、まあ、基本的に同じです、同じということですよね、はいはい、でこの時にその民主党が出そうとしたけれども、その時自民党は反対して、いや反対したわけではないと思うんですけどね、うん、はい、でもまあ出しても通らないかも
ていう感じもあったんですかね。そうですね、まあやっぱり一応やっぱり自民党はあの当時野党ですから、うん、まあ一応あの何でもかんでも賛成という立場ではなかったわけですよね。ただ基本的には先ほども言ってますように、うん、基本的には全てのこの流れは官僚たちが主導でやっていることで、うん、あの報告書などについても基本的に書いているのは官僚たちが書いていて、うん、まあ、有識者というのはそこにちょこちょこ意見を述べているだけでして、基本的なものは全て官僚がもうお膳立てをしていると、うん、まあ、今回実はあの民主党政権下におけるこの有識者会議についても、うん、まあ、よくあの福島みずほさんが言ってますけども、はいはい、というか色を出せと、うん、議事録出せと言ったり、あのメモ出せと言っても、うん、もう一切ないと、うん、まあ、全て廃棄したと、うん、まあ、つまりそれほど見せられないものであるということですね。それなぜかというと、官僚主導で、うん、官僚が全てのお膳立てをして、うん、まあ、有識者はそれにちょこちょこコメントしている程度であると、うん、その実態が、うん、まあ、知られたくないために、うん、もう全てを、まあ、見えない状態にして、うん、まさに秘密にしていると、それしか考えられないですよね。なるほどね。ちょっとなんかその辺が、うん、まあ、問題なのかなという、はい、その日本の ね、 そ、 ね、そもそも国会もね、はい、問題なのかな。とりわけ今回ですね、うん、あのこの、まあ、民主党政権下の有識者報告書、まあ、以降に見えるものとしては、はい、やはり警察がものすごく力を入れているということです。あ、まあ、官僚の中でも、はい、この警察庁というところがですね、の官僚たちが非常に力を入れて、はい、この法案作りにも関わっています。なぜかというと、実は今まであの国家秘密というだけのレベルの話の時には、はいはい、まあ、当然まあ外交秘密と防衛秘密と、これは当然の国家秘密ですけど、それだけだったんですね。ただ今回そこに新しいものが付け加わっておりまして、まあ民主党政権下でいうとですね、実はこれある公共の安全および秩序の維持というものが、実は民主党政権下の時の法案の答案といいますか、この報告書の中には挙げられていた、これがまあ警察庁があの所管する部門なんです。で今回それをまあこの3と4にまあ言い換えて、特定有害活動の防止とテロリズムの防止に言い換えてますけども、うん、まあ、基本的にはそんなに大きくは変わってないと思うんですけども、うんうんうん、まあ、いずれにせよこれは警察があの取り扱う部門でありまして、うん、今まで国家秘密というところにですね、警察が関わるということはなかったんです、うん、今回初めて国家秘密というか特定秘密に警察が関わると。で今回の法案を見てもですね、非常にその警察が関わる部分というのが非常にあの条文的にもいっぱい書いてありまして、うんうん、いかにその警察がこの法律について力を入れて関わっているかというか、うん、この法案作りに関わったかということが分かるぐらい、警察がものすごくこの法律の中で占めている割合が多いんですね、うん、それは彼らがやっぱりこのまさにこの秘密の利権といいますか、うん、そういうものをここで新たに持てるということで、うん、一生懸命彼らが動いているということがそこから伺われますね、うん、なるほど。ちょっと後でお伺いすることになるかもしれないんですが、はい、私たちが今その反対している中で、あのかなり不安に思うことっていうのは、そのあのよく最初知らない方は、だってこれ公務員だけに関係することでしょって最初の頃はよく言っていた方がいたんですけど、うんうん、読んでみるとそうではなくって、ごくごく一般市民も関係してきそうじゃないですか。そうですね、っていうところがまさに 3,4 のところがあまりにも曖昧 で、ね、はい、特にこのテロリズムの防止とか言いますと、うん、はい、まさにあのこれはまあある程度思想に基づいて、はい、まあ、なんかいろんなこう活動することですから、はい、まあ、本当にあの反原発運動もそうですし、あのまさにこの国会におけるいろんな法案の反対運動も、まあテロリズムといえば言えなくもない、はい、まあ、つまりこれはもう行政機関の長、このテロリズムとこういう問題はこれは警察庁長官が定めることになってますから、警察庁長官のレベルでこれはテロリズムだと決めれば何でもいいわけですね。しかもこの法律では行政機関の長が決めた場合にはそれを誰もチェックできないので、はい、あのだからもうその人がそうだと決めれば、もうずっとそれが秘密になってしまう、そういう恐ろしさがあります。だからテロリズムとか特定有害活動書いてますけど、どれに当たるかも含めて、あの要するにそうだと思えば決めれば、まあ、いいことなんですね。しかもこの法律ではあの実は永久にですね、うん、解除しないこともできることになっています。したがってあの都合悪いことをですね、そういう形で特定秘密に指定すれば、うん、永久に出てこない可能性もありますから、うん、そうなりますと、まあ、なんていう誰もそれをチェックできない、後でおかしかったとは言えないと、うん、いうことなので、本当に政府にとって都合悪いことを特定秘密に指定するということは可能な法律になっています。うんうん、なんだかそれを目的にしてるんじゃないかしらっていう、まあ、そうですね、くらいの内容かなと思うんですけれども ね、あのそうですね、私もあの省庁交渉にあの市民もどうぞということで入った時に、うん、あの廃棄したことに対しても、うん、あの廃棄したことすらも秘密って言われたの で、ね、うん、結局ないまま終わってしまうっていうことができちゃ う、ね、もうそれだけでも反対できる内容だなと思っちゃうんです ね、 実は現在ですね、うん、
防衛秘密に関しては、はい、実は日本でも最近公文書に関するこの管理の法律が定められたんですが、はいはい、現在防衛秘密に関しては例外になっておりまして、普通はですね、ほとんどその防衛秘密以外のものの秘密は、はい、秘密が解除されますと公文書館に移される、はいはい、で公文書館に移して保管する、最終的にそれは内閣総理大臣が、うん、例えばその廃棄するとかですね、はい、決めない限りはずっと公文書館で保管されることになるんですが、うん、防衛秘密だけは例外になってたんです、うん、そのために最近報道ありましたけど、うん、何十万件のものを解除して廃棄したと、ね、はい、いうことができるの で、うん、でもう今回懸念されたのはこの今回の特定秘密も同じようにですね、うん、解除してもその公文書館に行かないでですね、うん、そのまま廃棄できるんじゃないか、ね、まあ、今一応そこは確か安倍総理大臣が、うん、そうではなくて、うん、公開するというようなことを言ってますけども、そういう仕組みになるかどうかもまだ今の段階では何らその具体的な提案はされていないということになります、うん、だからいくらでも悪用できるそうですっていうことですよね。都合悪い情報を隠せるということです。本来ですね、秘密というのはアメリカもそうなんですが、うん、アメリカは今25年経つとどんな秘密も原則としては全て解除される、うんうん、でオープンになる、うん、こういう仕組みにしないとですね、うん、やっぱ永久に、うん、解除しなくていい仕組みを作ってしまうと、うん、それは都合悪いことを隠したがるの当然ですよね、うん、そうですよね。だからやっぱり自動的にどっかで必ず公開されるっていう仕組みにしておかないと、うんうん、やっぱこのいい加減なといいますか、うん、都合悪い情報を秘密にしてしまうということがまかり通ってしまうと思うので、この法律はまさにそこが最大の欠陥だと思うんですね。 そうですよね。そこは直す気はないんでしょうね。今のところはないと思うんです ね。一応まあこれは当初の案ではもっとひどかったんですが、うん、まあ、公明党との協議の中で、うん、一応30年を超えるときには内閣が一応そこをチェックをして承認をしなければいけないことになりました。しかしそんなのまあ同じ内閣、同じ行政機関の長も内閣の一員ですから、まあそんなの当然ほとんど簡単に承認すると思うんですけど、一応まあ内閣の承認がいるという歯止めをとりあえずはかけたのが、まあそこを修正されたといいますか、だけどそれでは私は不十分であると思います。そうですよね。なんかその外国、海外ではこういったその秘密保全の法律が あると日本だけなくてね、うん、ダメなんだなんていうふうに言われてますけれども、うん、全然やっぱり海外はきちんと先ほどおっしゃったようにその25年を超えたら公開されるとか、ね、はい、まあ、そういったそちらの方がきちんとまあ整っているっていう部分もありますので、 それと今回の日本のこの、うん、今回の法案では、うん、行政機関の長が決めれば誰もチェックできない、うん、そこが最大の問題。アメリカでもですね、これは別の機関がその妥当性についてきちっと審査をできることになっています、うん、まあ、基本的にはそうしないとですね、うん、さっき言ったように都合悪い情報を隠してしまうという恐れがあるので、うん、まあ、そういう意味でやはり第三者がきちっとチェックできる仕組みを作らないといけない、うん、ということで、まあ、これは現在実は維新の会との修正協議の中ではそれが議論されているとは思いますけども、はい、しかしそれも本当に骨抜きのようなですね、うん、誰有識者会議のような形でごまかす可能性は高いと思うんですけど、うん、そういうのではダメで、きちっとやはりダメなものダメという形で、うん、その指定を取り消すぐらいのですね、うん、権限を持つような第三者機関を作らなければ、うん、まあ、意味がないと思いますね、うん、そうですね。ありがとうございます。それで、まあ、1985年から現在に至るまで、うん、まあ、何度も出ては消え、うん、出ては消えとして、うん、まあ、出てきてるんですが、はい、そもそもこの秘密保護法、まあ、秘密保全法っていうのは何のために作りたくているのか、はい、ね、というところです、ね、まあ、これはやっぱり安倍政権に変わって、うん、少し意味合いが変わったと思うんですね。それはこのに書きましたけども、はい、この日本版 NSC という、はい、これもすでに衆議院の方で、はい、可決されて、参議院、あ、今日からかな、はい、参議院今日から確か審議していますけども、うん、これと安倍政権はこれは特別秘密とです、はい、秘密というか特定秘密保護法案とはセットであるという説明をしています。うん、そうですね、なぜかというと、まあ、この NSC というのはもともとアメリカにあるわけなんですが、うんうん、要するに、まあ、このここのところですね、まあ、一応安倍政権を目指している NSC というのは、はい、まあ、本当にこのアメリカの NSC の、はい、まあ、なんていうかミニチュア版みたいなものを作ろうとしていて、はい、そこにはここに書いていますけども、はい、まあ、首相とですね、はい、首相、外相、防衛省、官房長官の4閣僚が常設メンバーとなると、うんうん、そして、まあ、首相補佐官をですね、NSC 担当に、うん、新設をしてやるというですね、まあ、かなり小さな組織を予定していますが、うん、狙いは情報の一元化ということです、うん、現在は日本においては確かに縦割り行政で、うん、行政機関同士が情報を抱えてですね、うん、なかなかその一元化されていないということは確かなんですが、うん、まあ、安倍さんはこれをこういう形で一元化して情報をここに一箇所に集中させると、うんうん、まあ、逆に言うとそのことによって安倍首相は首相というのは
の現在は何て言いますかね、まあ、あの別に大統領じゃないわけです、首相であって、あくまで内閣の、まあ、総理大臣という立場なんですが、これによってどっちかというとまあ大統領的な立場というか、つまり情報が一元すべて自分のところに来るわけですから、あの他の閣僚とは違う、あの一番情報を持っている立場になりますから、まあ、いわば一種の大統領的な立場になることを安倍さんは目指してこれを作ろうとした。これはまあ第一次安倍政権の時も作ろうとして頓挫したわけですけども、今回これを本気でやろうとしていて、まあ、この国会でこの法律は通ると言われているので、これはまあ実現されてしまうかもしれないと。しかしまあ実際はですね、ここに書いてありますけども、はい、実際は果たして本当にその一元的な情報の管理ができるかどうか自体が実は疑問でありまして、うん、まあ、最近でもこのですね、NSC の担当が誰になるかという問題もありますけど、どうも外務省関係のですね方がなると言われているんですけども、そうなりますと結局外務省以外の省庁はですね情報を出さないという可能性がある結局やっぱどこまで行っても縦割りなんで、結局こういう組織を作っても情報の一元化というか一元管理というのは実際はかなり難しいのではないかと。そうするとまあこういう組織を作っても思ったようにはならない可能性がまあ、あります。ただいずれにせよ安倍さんはこれをことで情報がここに一元的に集まるので、この情報が漏れないようにする仕組みがいると、それが特定秘密保護法なんだと、こういう説明をしておりまして、これはちょっとまあ民主党時代にはなかった、まさに安倍政権ならではの考え方で、そこでまあ NSC とそれからこの特定秘密保護法案は一体である、セットであると、で両方とも早期に通す必要がある、まあ、こういう説明をしてきているわけですね。でこれについてはですね、まあ、じゃあなぜ必要なのかということです、結局なぜじゃあそんなにそれを急ぐのかですが、ね、まあ、やっぱりこれは安倍さんがまあ考えているのはまさにこのいわゆる集団的自衛権のことです、つまり集団的自衛権というのは誰、アメリカのために日本がいつでも戦争できる状態になることが、これ安倍さんで言うところの集団的自衛権ですね、なのでいつでもアメリカのために戦争できる国になる、そのためにはアメリカと その情報共有、まあ、その特に軍事的な情報共有というものが当然これ前提になっております、一緒に戦争するわけですから、当然アメリカと軍事情報を共有しなければ一緒に戦争はできませんよね、ですから安倍さんは集団的自衛権を、まあ、何認める、まあ、これは今解釈会見でやろうとしてるんですけども、その前にこの法案作ってなければ、通ってなければ情報がですね、共有した情報が漏れてしまうと、まあ、大変なことになってしまうし、アメリカはそんなところに情報共有しませんので、そのために慌てて今急いでこの法案を作ろうとしているということです。で基本はやっぱり先ほどのジーソミアというですね、あの協定がもうベースになっておりまして、やっぱアメリカとまさに情報共有するための、にこの法律を作る必要がある、そして、まあ、あのこれはまさに集団的自衛権をですね、まあ、認めるということで、現在実は自民党はこれ書いてありますけども、この集団的自衛権を法律のレベルでこれを認めようとする国家安全保障基本法というのをですね、あのもう作っております。でこれを来年の通常国会に出そうとしておりまして、これができますと、まあ、こことその解釈会見とセットでなってるんですけども、この法案を通すことで解釈会見をその後行って、結局まあ9条を骨抜きにしてですね、集団的自衛権をまあなし崩し的に認めると。でそのためにやはりアメリカとの軍事情報の共有ということが当然前提になりますから、それを守るためだということで特定秘密保護法案というのが必要であるというのは、まあ現在の安倍政権の考えであるということになります。ただ言えることはですね、確かにその 軍事情報の共有とか、まあ、いろいろそのいろんな、まあ、国家レベルで守るべき秘密があると思うんですが、今回の法案というのはそれを守るためのにしてはですね、あまりにも大掛かりな、ものすごく大掛かりな法律になっておりまして、特にさっき言った警察が所管する部分は明らかにそれを超えている、その必要ない部分だと本来ないと思うんですが、それをくっつけてですね、ものすごくこの大きな仕組みを作っているというところが実は今回の法案の問題だと思っております、私もあの議員周りを先週からしていて出れる時は出ているんですが、その時にですね、その防衛族っていう言い方は良くないのかもしれないですけど、その防衛関係にすごい、まあ、熱心な議員さんのところに、まあ、行った何人か行った時にですね、結構そのどうぞどうぞと中に入って説明を聞いておくれみたいな感じでですね、政策秘書の方が出てきてお話をしてくださったりとかしたんですが、あのそもそもこの秘密保護法はあのベラベラ国会議員がベラベラ喋るので、その人たちを縛るための法律なんだとかですね、まあ、そういったことを言ってた方なんですね。でそれは何かというと、その過去にですね、やっぱりあの某、まあ、アメリカからその情報が来たんだけれど、それが漏れてしまったと、でそしたらそういうことがあったから、もうお宅の国には教えないよみたいに言われちゃったので、そういうのは困りますと
いうことで作るっていう話なんだけれども、その目的趣旨と違うものがたくさんあるということで、いろいろ細かく調べて、自分たちは必要性をすごく感じていると、秘密保護法が必要だと、その必要性を感じているからよく勉強してみたところ、うん、やっぱりいらないものがたくさんあるの で、 で、ね、まあ、不足があるとも言われたんですけども、うん、まあ、反対したいんだというようなことをおっしゃってたんですね。実はですね、だから、うん、アメリカとの軍事情報の共有を考えますと、うんうん、確かにかつて過去にですね、イージス艦の情報が漏れたとか、うん、いくつかあったことは確かです、うん、それでアメリカがかなりその日本に対する情報提供を、うん、まあ、渋っているということはありますね、うん、それを守りたければ防衛情報ですから、うん、これ自衛隊法を改正すればいいだけなんです、うんうん、ところが今回は自衛隊法をあえてそういじらないで、うん、それも含めたこの大きな枠組みですね、うんうん、これを作るとするところに問題があるのであって、うんうん、まあ、実は今維新の会はですね、うん、この防衛秘密だけを最初にすればいいんだと、うんうん、ね、これは、まあ、ある種正論といったら正論なんだけども、うん、それだったら自衛隊法改正でいいのであって、うんうん、この新しい仕組みは必要ないはずなんですが、ですね、うん、まあ、多分まあそれは一つの考え方で、うん、要するにそれを超えて、まあ、外交まではいいとしても、うん、やっぱりその3つ目4つ目のですね、うん、特定有害活動とか、うん、テロリズムのテロ活動の防止ですね、うん、こういうものまで入れたところがこの法律の最大の問題だと思うし、うんうん、それはまさに警察庁が望むところの、うん、まあ、新たな秘密事件のですね、うん、開拓という、それのための法律なんで、うん、これはもう明らかに本来の目的を超えていると思うんです ね、うん、ね、いやいや、なんかとんでもないですねで、今回ですね、この秘密保護法で言われているのは、その罰則がとても厳しい、はい、というのが確かあって、ね、これがこの特徴です、はい、でこれが実は一番ある意味で言うとですね、はい、この法案の特徴というかな、はい、要するに、まあ、重い罰則で、はい、まあ、ある種こう公務員やら、はい、また国民を、まあ、威嚇しているわけですね。で基本的には公務員は秘密を漏らすなと、うん、それから国民には秘密に近づくなと、うん、それをこう具体的に法律で重い罰則を作ることで実現しようとしているんですが、うん、そもそもその罰則とかですね、うん、そういうことで果たして人間は縛れるのかっていう問題があって、もともとよくあるんですけど、うん、罪を重くしたら例えば殺人がなくなるかってなくならないわけです ね、うん、そうですね、同じようにこういうものって別に、うん、重い罪を決めたからなくなるわけではなくて、うん、やっぱこれはなくなるこの情報漏洩を防ぐためにはもっと別の方法といいますかね、うん、もっと物理的にというのかな、うん、要するにセキュリティのをいかに管理するかの方が大事であって、うん、罰則を作ってこれを縛るというのは非常に古典的なやり方で、うん、実はあまり効果がないと言われている、うん、面があります。しかし、ね、実際にはこれはやっぱり実際、まあ、影響はあるわけで、うん、当然公務員は萎縮しますよね、うん、つまり自分がしかも今回過失でも罰せられますから、間違って情報出しても罰せられますから、うん、とにかくもう一切情報出さないようにしようという形で萎縮しますし、うん、まあ、マスコミの記者の方も、うん、ひょっとしたら自分がこの取材している行為が、うん、まあ、現在特定取得行為という形でこの23条は、うん、管理を害する行為を罰してるんですが、うん、これはまあ明確に記者がですね、情報に近づく行為を、うん、罰しているわけでして、うん、しかもまあここにははっきり書いてないんですけど、その他っていうのが入ってるんですね。いろんな行為書いた後にその他の特定秘密を保有するものの管理を害する行為の中には、うん、まあ、著しく不当な行為も含むんです、うん、したがって行き過ぎた取材というものはこれに当たる可能性があります、うん、まあ、この間の国会の中では、まあ、幼稚朝がきが当たらないとか、当たり前ですけど当たらないとか言ってますけど、うん、要するに例えば何度も何度もですね、お酒を飲ませたりしつこく毎日毎日ですね、夜中に自宅に押しかけていくとか、うん、まあ、おそらくそういう行為は場合によってはこのその他に当たる可能性があるわけで、うん、まあ、そういう行為も罰してるんですね、うん、しかもこれ10年以下の懲役というものすごく重い罪になっていますから、うん、これは大変まあ、マスコミの人から見れば、うん、自分の行為がいつこれに当たるかもしれないということになりますし、うん、さらにまあ今回共謀罪、独立教唆罪、扇動罪というのがありまして、これらは、うん、まだ全然その秘密を取ってもないんですけど、うん、取ることについて例えばこの、うん、まあ、公務員ともちろん共謀することもありますけど、うん、例えば雑誌の編集者の間で編集会議をしながら、うん、こういうものについてちょっとなんとか入手しようというだけでもこれ共謀罪に当たる可能性がありますので、うん、そういう意味で言うとものすごく恐ろしいんですけども、うん、そういう共謀罪、独立教唆罪、扇動罪、今回これ3年以下ですね、うん、または1年以下という非常に重い罪が定められていますので、うん、まあ、こういうものによって結局まあ秘密に近づこうとする行為を、うん、市民がまた記者とか市民が近づく行為も罰すると、うん、重く処罰するというのが今回の特徴です、うん、これによって
まあ、出す方の公務員の方もとにかく情報を出さないように、ね、出さないようにってなりますし、うん、近づく方も、まあ、慎重にしなければいつ自分の行為が忘れられるかもしれないという、うん、そういうまあ非常にあの萎縮的な効果が働くと、うん、これが今回の法律の狙いであると思うんですね。嫌、うん、な感じですね、うん、もうどこを取っても嫌な感じどうぞ徳さん。あ、すいません、はい、私国家議員の先生と、市民の勉強会っていうのがあって、うん、それに何回か出てるんですね、うん、でそれで社民党の福島みずほさんが、うん、かなり突っ込んだ質問をされて、まず22条のところの条文の中に、特定秘密の、取得行為に関する、あ、すいません、漏洩行為ですね、罰則で、10年以下の懲役または10年以下の懲役およびになってるんですね。で、情状酌量によって10年以下の懲役および1000万円以下の罰金の併課ですよね。ですからこれ最大刑としては、これ二重刑罰っていう考えですよね。あ、よかった、ええ、マイクを、はい、この種の決め方が多くて、はい、罰金と併課するっていうのはこの最近の、うん、まあ、ちょっと流行りじゃないんですけど、最近かなりこういう刑罰の定め方が増えてきています。うーん、はい、両方ね、で罰金も課すということですね。は、非常に重い、重い、より重いという、よりさらに、お金が取られ、はい、お金が取られちゃうということですね、はい、10年入るから1000万円許してるわけじゃない。もちろん罰金に関しては体で返すというですね、そういう労役上留置でもあるんですけど、1日いくらで換算して入るということは可能、お金がない人はね、そういうのがもっと重くなるということですね。 10年じゃなくて10年じゃ足りない、10年済まないということですけどね、はい、ですいません、あと1点、24条の、あ、すいません、23条ですね。でここも福島さんが突っ込んでいたところなんですけど、取得行為の、部分で、前のところにこう具体的に書いてあって、で、そうですね、でその他のところに関して全く具体的にその規定がないんですね。でもこれも刑罰なので、一応罪刑法定主義っていうその刑罰の刑事罰の大原則というのが、刑法の大原則というのがあるんですけど、うん、全く何が、まあ、さっき例として夜内朝がけですか、うんうん、具体的に今の記者の方がやってる行為が当たるか当たらないかって議論になってますが、それ以外の行為だっていろんな形でニュースする可能性があるわけですね、うんうん、だからそれ相当怖いんです。これはね、いわゆるその捜査、当局が恣意的に決められちゃうわけですよ、うん。加わった21条というのがありまして、はいはい、この2項を見るとですね、ここの部分がなんとなくある程度反対解釈ができるんですね、うん、2項は今回、うん、出版または報道の業務に従事する者の取材行為についてはもっぱら公益を図る目的を有し、かつ法令違反または著しく不当な方法によるものと認められない限りはこれを正当な業務による行為とするということで、うん、この2項の意味は、うん、まあ、この出版とか報道の業務に従事する人の取材についてはですね、うん、法令違反とか著しく不当な方法でなければこれは正当な業務として違法性を欠くという規定なんで、これを逆に読むと法令違反とか著しく不当な方法があればそれは違法だということなんです。でさっきのその他というところ、ここの赤で書きましたけど、著しく不当な方法も含むということを示唆してるんですね。つまり単に違法でなくてもいいと、著しく不当な方法であればいいと。でこれは例としてこの間森大臣はずっと西山事件がそうだと言ってますけども、まああそこまでいかなくてもある程度やっぱりしつこい取材とかですね、行き過ぎた取材はこの著しく不当な方法だと言われる可能性があるので、したがってやはり取材行為も特定取得行為として先ほどの23条でですね罰せられる、このその他に入る可能性があるということになりますね。ちなみにこの間東京新聞を報じますけど、このその他という言葉、この法律には36箇所使われていると。そんなに使う法律は珍しいと思うんですけど、それだけその他というのが36箇所入っているということは、要するに官僚から見て後で都合のいい解釈ができるようにあらかじめそこにその他を入れているといいますかね、後で何とでも解釈できる余地を残すという、非常に高度な、まあ、官僚的な作文であるというふうに思います。なるほど。いや、これそのここでですね、一生懸命これをその先ほどその本来その外交と防衛のところ以外のところをつけてでもその通そうとしているのは、まあ警察の方が希望しているというようなところもあるんですが、その国会議員のですね権限も縛るじゃないかとかって言われているのに、
それを通しちゃって いいのかな自民党の人は、うん、これはこの提供のこの辺ですね、うん、実はあの特定秘密のこの提供に関してこの法律はこの辺に書いていますけど、実は他の行政機関とかですね、それから警察庁が都道府県警察に提供するとか、それからあの適用事業者といって、まあ要するにこの特定秘密を扱うまあ事業者があるんですけど、ここに提供したりとか、さらに外国の政府、特にアメリカですね、で提供する場合はこれ行政機関の庁が必要だと思えば提供できるんですよ。ところが この国民の代表であるこの国会に出す場合はこの上に書いてあるんですけど、うん、まあ、いろんな条件つけて最後の一番最後のところで、うん、要するにその我が国のですね、うん、あの我が国の、うん、安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがないと認めた時に限って提供するということなんでものすごい高いハードルを作って、しかつあの国会に関しては秘密会でないといけないことになっています。秘密会のところに出すときにでもこんなに高いハードルを作っているので、そのほとんどのところ出ないということですね。ということですよね。国会にはだからほとんど情報提供されないということです。なので ここの人たちに比べて全然出ないでしょうと。そう、外国政府アメリカにもあの高いハードルでないとあの情報提供されないと、特定秘密は何なのということになるんですけど、そうです、ね、こういう法律なので本当は国会議員が怒るべきなんですね。こんなんでなんで俺たちに、ね、あの情報来ないんだと言うべきなのに、うん、なんか全然そこに問題している方がいらっしゃらないというのが不思議なんですが、うん、大変問題です。国会にはおそらくほとんど国会議員にはですね、うん、ほとんど情報提供されないだろうということが想定されます。そうですよね。だから少なくとも、まあ、自民党の方は今自分たちが、与党だということで、大丈夫だと思っている節があるのかもしれないんですけれども、それだったらいかがなものかと、本当にそうかなとも思うし、またいつか ね、 あの政権交代するかもしれないです ね、 そしたら自分たちが野党があった時にあの大変なことになっちゃうから、ね、何も情報来ないということになりま す、 ね。そうですよね。ちなみにその罰則に関しては、国会議員の人たちが例えばその、よく瑞穂さんも言ってたんですけど、まあ、私たちも時々政府交渉一緒に出ていただいたりとかもしてるんですけど、あの原発にのねここについてちょっと政府交渉しようと思うんだけどなんて言ってその話をしてるだけで、それこそなんだろう共謀であったりとかになっちゃうんじゃない、ね、っていうようなことを、ね、あります、ね、そうするとそれはその国会議員も罰則の対象になり得る、あのその秘密会に出された情報を、うん、例えばあの秘書にですね、うん、伝えたりとか、うん、いうことも罰せられます、うん、結局秘密会に出た、うん、そのメンバーしか情報を持てないので、うん、それ以外の国会議員とか、うん、国会議員の秘書とか、うん、それからまあ支援者、うん、こういう人に話しますと国会議員が罰せられると、うん、でまあ、一応あの免責特権というのは国会議員にあるんですけども、はい、あの一応あの政府はですね一応免責特権が適用されると言ってるんですけども、うん、しかしおそらくあの単に秘密だけを漏らしたという場合は、うん、当たらない免責特権ないのではないかと思うんですね。罰すると言ってますから、したがって国会議員はやっぱりその知ったことを、うん、それをどこにも言えないというですね、うん、形なので、結局国会議員って意味ないですよね。意味ないです。誰も報告もできない、誰とも相談できないということであれば、ね、何の意味もないので、うん、結局国会がもう形骸化といいますか、うん、そういう特定秘密に関わる議論が一切できないということになりますから、うん、これは全く意味のないことですね。国会としての機能を果たさない、うん、果たさないだし、国民の代表であるはずなのに、うん、その一番大事な国会議員にその情報が来ないという、うん、これは大変まあ民主主義の問題観点から見て問題だと思っております、うんうん、やっぱり問題ですね。それで、まあ、頑張って止めたいなと思ってるんですけれども、まあ、でも NSC は通っちゃいそうですよね。 NSC はもうほぼ間違いなく通るですね。そうですね、はい、で NSC 通っちゃって、で例えば頑張って特定秘密保護法が通らなかったとして、NSC ってどうなんですかね。ただまあ立ち上げると言ってるので、うん、立ち上げざるを得ないと思うんですが、しかしそれだと本来、ね、NSC というのはセットだと言ってるので、うん、あの秘密保護法ですね。そうですね、安倍さんが。それがまあ自分の言ったことがまあおかしくなってしまうと思うんです、うん、しかしおそらくもうどんどん進んでますから、うん、NSC は立ち上がると思うんですね、うん、非常に変な形と言いますか、うん、片肺飛行のような形になると思います、うん、それ自体変な話ですね、うん、本当に NSC も止めるべきだし、うん、本当に NSC ってもっと議論すべきだと思うんです。そうですね。それからあと NSC については問題ではですね、うん、まあ、今はあの言われている内容はまあ情報の一元管理なんですけど、うん、おそらく本当は必要なことはですね、うん、さらに情報を自ら情報を収集する、うん、まあ、すなわち諜報活動するということ、まあ、まあつまりスパイ活動するということですね、うん、つまり海外からもう NSC を日本が作るといったときに一番あの
驚かれたというか恐れられたのは、まあ、日本がついに諜報活動に乗り出すのかということが、まあ、そこが非常に驚かれているんですけども、必ずそれはいずれ出てくると思うんです。でそれは何を意味するかというと、まさに日本版 NSA を作るということですね。それは最近問題になっている NSA が、NSA が世界中のいろんな盗聴をしていた、まあ、最近ではドイツのですね、ドイツの首相とか、まあ、いろんな人を露呈した話題になってますけど、まさにその盗聴とかですね、いろんなその、いわゆるその諜報活動を行うと。でそこで得た情報を、まあ、特定秘密として保護していくということになろうかと思うので、当然これはもちろん海外だけでなくて日本の国民に対しても行われますし、そこで行われる盗聴というのは、これは NSA もそうだった、 NSA アメリカの NSA もそうだったんですが、まさにその犯罪捜査ではなくて、いつテロをするかもしれないというですね、人を日常的に監視するという、でその予防するということですね。テロを予防するために日常的に監視する、これを、まあ、日本では行政盗聴と呼んでいますけれども、この行政盗聴をやろうとしているのではないかと思われます。でこれがおそらく NSA が 今後ですね、日本版 NSA を作るときにそれをやろうということで問題になってくるのではないかと。でそれを、まあ、特定秘密として保護するというですね、そういうふうに流れていくのではないかということが、まあ、大変危惧されるところですね。恐ろしい。徳さんもよく言ってるんですけど、そのね、NSA とかのアメリカとかってそういうその CIA とかすごいじゃないですか今回いろいろ話題になってるんですけど、 それってまあ法律でできちゃってるから合法なんですかね。そんななんかその結局予防って言って激しくわーっていつもなんかやってればあいつはって目をつけられる可能性あるかもしれないけど、逆に誰でもそのなんだろう、こっちがこう監視したいと思えば誰でも予防だから監視できちゃうわけじゃないですか。それってもうプライバシーなんか全然ないっていう世界ですよね。その要人だからその盗聴されるとかっていうだけじゃないっていうことですよね。それってアメリカなんかはよくその愛国者法の話なんか出るんですけど、そっちに向かおうとしてるっていう感じなんですかね。そう思います。愛国者法でまさに今回のような盗聴を可能にしたんですね。で実はアメリカではまあ、一応形としてはね、令状主義というのがありますから、アメリカも一応、まあ、秘密裁判所というのを作りまして、全く見えないところの裁判所が許可をしている形になっているんです、しかしまあ報道によると、一件も却下した例はないと言ってますが、請求されたものすべてを認める秘密裁判所が令状を出していると、その許可に基づいて盗聴しているというのが一応説明なんです。でこれ愛国者法がそれを作ったんです。だから日本もこの今やろうとしていることは愛国者法の後追いであるとも言えるんですね。でもちろんアメリカは 9.11 の後 の、はい、ショックの中で、まあ、よく分からないうちに国会議員もよく法律を読まないまま、サインしたと言われてますけども、結局愛国者法が通って、そこで今のような仕組みができて、そしてまあいろんな盗聴が可能になり、でまあ途中でまた法律がいろいろ変わる中で、まあ、非常に拡大していったと言われていますし、まあ、さらに本来の盗聴を超えたといいますかね、本来の法律が許されたものでないものまで含めて相当広幅広く盗聴していた、またはインターネットのいろんな会社と共同してですね、ネットにある情報を収集していた、かなり違法なことも含めてやっていたということは、まあ、言われていますよね。そうですよね、はい、だからその9.11 の後に愛国者法がもうショックドクトリン的な感じで、まあ、通っていった中で、そして今現在に至ってもそれをそのなんだろう、改善するというかですね、廃案どころか改善もできなくてどんどんその膨らんでいってるわけですよね。一応まあ、この間の事件で、スノーデン氏が明らかにした後、まあ、一応アメリカでも今第三者委員会が調査をして、おそらく年内ぐらいには愛国者法の改正とかですね、そういうことをやろうというオバマさんはしているようなんです。だからまあ多少は少しは制限されると思うんですが、まあ、日本はその全く正反対というか、そういう時期に全く正反対、これはゼロから作ろうとしているわけですから、大変な話ですよね。しかも日本は、まあ、でも日本の総理大臣もどうもその携帯電話を取ってされていたらしいんですけども、うん、まあ、あんまりそのことも抗議もせず、ね、むしろ一生懸命この秘密、アメリカのための秘密を守る法律を作ろうとしているという、非常にまあ自虐的というか、なんか非常にそういう感じがいたします。そうですね。で愛国者法はその2001年の9月の11日に起きたテロがあって、でいわゆる対テロ特措法という名目で大統領令で作られたんですね。でできたのが10月の26日なんです。1ヶ月半後なんですね。僕もそれは相当なんかすごい点々点っていうか、ちょっとね思っちゃうんですけど、で一応ですね、大統領令で作った次元立法なんです。だから
その期限が来たらもう一回更新するかどうかっていうことを、まあ、議会に承認を得ないといけないわけですね。で、この間確か伸びたわけですね。更新したんですよ、これは。だから結局そのまま残ったんですよね。だからまあなんていうか変な話ですね。これはまああのアメリカでも映画ですね、作られてかなりそのあっという間に法律ができたということが言われてますから、本当国会議員もほとんど読んでなかったと。まあ、実は今回のこの特定秘密保護法もね、ちゃんとこれを読んで理解している人は少ないと思うんです。国会議員はこれちゃんと読むと怖くてとてもないとんでもないと思うはずなのに、読んでないから皆さんああいうふうな、特に先の国会議員への情報提供とかですね見たら思うはずなのに、ほとんど読んでない。国会の人は皆さん忙しすぎてですね、ゆっくり法律を読む間もない、法律案を読む間もなくて、よくわからないまま手を挙げていくいるという、まあ、その変な状況ですよね。でもね、ここに至ってはもう読まないわけにはいかないでしょっていうくらいその世の中が盛り上がってるんだけど、ちょっとまだまだなんですかね。自民党の国会議員の方ってどうなんだろう。この間ロビングであの、うん、議員回りした時に、自民党のある議員の方のところに行った方が言ってたんですけど、ほとんど内容知らないらしいです。でまあ、一応その方に対して、持ってきた資料をもとにきちんと説明して、ぜひ反対してほしいということは言ったらしいんですけど、まあ、ある意味この法案の委員会、特別委員会に関係ない人は多分読んでない方は結構いらっしゃると思います。あの若いあの今期が第1期目でっていう若い議員さんがいて、まあ、2世さんだったんですけどね、お父さんもそうだったっていう方なんですけど、まあ、ご本人はいなかったんだけど秘書の方がまあそれなりにお年を召した方だったんですけど、まあ、あの自民党の方なんですけどね、まあ、これ委員会で話進めるし、あの言う場所ないしみたいな、そんな感じのノリだったんですけど、なんか若い議員の方なんて、その先ほどの1985年の、ね、スパイ防止法で谷垣さんは まだ若かったわけですよね。そうですね、あの時そのやっぱり若手議員が、自民党内でもその声を上げたっていうことだったんですけど、今回はそういう声も聞かれず、まあ、あの実はあの時、うん、並べてた一緒にあの、はい、発言した村上さんという方は今回あの、はい、自民党内で発言をして結構話題になってますよね。あの方は実はあの当時も一緒に、うん、あの当時から反対してた方なんで、うんうん、まあ、それで彼はねずっと未だに反対してるというのは結構一貫してると思うんですよ、うんうん、だけどほとんどの議員はもう皆さんなんか、なんていうかな、最後はこれ党議拘束かかりますから、うん、これに反した場合にはこれ処分を受けますんで ね、 そこまでして反対する覚悟がある人って非常に少ないと思うんですね、うん、まあ、そこは今の政党政治の問題でも限界でもあるというか、うね、さあいずれにせよ この法案というのはもう本当にあの民主主義に反する法案ですから、うんうん、これは本当はどの政党に あったとしてもこれ反対すべきなんであって、うんうん、自民党だからとかですね、そういうことではないと思うんですけども、うんうん、まあ、おそらくやっぱりちゃんとこの法律を読んで、うん、この問題点を考えてないから、まあ、おそらく あんまり反対してないというか、うん、知らないからこう賛成できるというようなところがあると思いますね。知ってしまったら恐ろしくてできないと思います。そうですよね、わかりました、ありがとうございます。あのちょっといろいろこう問題があって、あの今のですね秘密保護法案についてはだいぶ皆さんもですね、いろんな新聞とかにも出てますので、あの勉強してこれは危険だというふうにやってると思うんですけれども、あのやっぱり過去からずっとそのいつもいつか通そうと思ってあの何回も出ているという、そのねあのしつこく出てくるというような、ね、官僚たちのやっぱりここは官僚たちすごいところで、ね、というか彼らは自分たちの目的のためにはもうずっとなんて言いますか、諦めないと言いますかね、徹底して最後ま で、 で、ね、あのやり続けるという官僚の、まあ、独特のすごい、そこはまあすごいところであります。そうですよね、だって1985年って言ったら相当昔ですよっていう世界ですけどね。わかりました、ありがとうございます。ちょっと、あのこんな感じで、まあ、進んでいくわけですけれども、とりあえず今回のこの秘密保護法案今後どんな展開になるのかっていうのを、もちろん今この国会を取るかどうかっていうのは重要な情勢です。ただし現在言われているところでは、まあ、今日参考人質疑がありました、それから金曜日には7時間あのぶっ続けで審議をすると、うん、で来週またあの確か18日にですね参考人質疑をして、で、まあ、21日に、うん、あのその特別委員会採決をすると、うん、そしてなんとかこの国会でですね臨時国会で、まあ、通すべく、場合によっては1週間ぐらい、うん、あの国会会期延長してでも
この法案を通すというのが、まあ、今の自民党 の、 あの方針であると言われていますので、うん、この国会で成立する可能性がいまだにあります。そして現在、はい、昨日から、まあ、維新の会と の、はい その修正協議が始まっていて、はいはい、まあ、何らか先ほど言った第三者委員会といいますかね、うんうん、そういうところをなんか少し、はい、あの修正してですね賛成する可能性がありまして、そうなるとおそらく、まあ、自民党公明党維新の会が賛成すれば、うん、まあ、あの通りますので、うん、そういう形で採決をしてくる可能性があります。そして今後この法案がもし通った場合どうなるかということですが、はい、この法案だけではなくてですね、先ほども少し言ったんですが、当然あの、まあ、公務員が例えば情報漏洩すると、はい、記者にですね、はい、情報漏洩していると、はい、これやっぱりその現場をですね、うん、抑えなければ証拠がないわけですね。もちろん、まあ、結果として、まあ、それ報道されてればね、果たしたことは明らかですけど、うん、いつどこでということもありますから、うん、おそらく、まあ、一つは盗聴ですね、うん、で現在実はたまたま今ですね、取り調べの可視化を含めた、うん、あの新しい刑事司法を考えるという法制審議会が現在行われていまして、うん、その一つのテーマとして、うん、通信防止法の改正と対象犯罪の改正というのが現在行われています。まあ、この辺に書いてますけどね。はい、この辺ですね。でこれがちょうど今タイミングとしては来年の国会ぐらいに出そうということで現在議論が進んでいて、もちろん今そこでは何もこの秘密保護のことは入ってませんが、この特定秘密保護法案成立しますと、先ほどあった罰則ですよね、この22条以下 の、 この罰則に関しての証拠を取るためには盗聴が必要であるということで、これらが通信傍受の対象になる、対象犯罪になる可能性が高いと考えられます。そうなりますと、まさにマスコミの記者が例えばその取材をするところとかをですね、まあ、これ盗聴ですから、あの電話ですけども、電話とかメールですけども、しかし現在実はその法制審では会話傍受といいまして、室内盗聴も現在ターゲットに入っておりますから、場合によってはその室内で会っているところを録音するということもあるかもしれないですね。そういうことも含めて通信傍受やそういう要するに監視ですよね、監視というものが、もちろんこれは尾行も含みますけども、監視というものがかなり強化されるであろうと。そうしますと記者の人たちが取材活動するのにこうずっと尾行がついてですね、こう公安が尾行して、うん、いつどこで 誰と会ってるか、特にその公務員と会ってないかとか、うん、まあ、そういうことをかなりこうずっと尾行したりですね、監視をするということになっていくのではないか、うん、そうするとまあ非常に取材がですね、うん、やりにくくなると思いますし、うんうん、そうですね、大変あの物騒な世の中、まあ、監視社会というのがありましたけど、うん、大変物騒な世の中になると思うんです。そうですね、まあ、それが一つあると思うんですね。それからあの実はこの間ずっと共謀罪法案というのがあって、はいはいはい、共謀罪は一般的に600ぐらい新しい法あの共謀罪をです、ね、作ろうという法案が、まあ、3回ほど国会上程されて廃案になっているんですけど、うん、今回まあここにあの共謀罪とありますので、はい、新しくこれで共謀罪があの2つか3つできるんですけども、まあ、これを一つのきっかけとして、じゃあやっぱりあの600ぐらいの共謀罪 も作ろうというふうに共謀罪法案がまた出てくるという、まあ、可能性があります。まあ、そういう意味でこの共謀罪法案というのもちょっとこの今後またあの出てくる可能性がある。これからついこの間あの産経新聞が、まあ、はい、オリンピックとの関係で必要であると、これまあテロ対策としてもこの共謀罪というのが必要だという日本の解釈なので、うん、そうなりますとこの共謀罪法案というのもまた日本、うん、あのこの来年の通常国会以降です、ね、出てくるかもしれない。そして600以上のですね、うん、共謀罪が新しくできますので、これでまたいろんなこう弾圧に使うということが可能になります。まあ、これら合わせ、それが先ほどまあ行政盗聴という話もしましたけども、はいはい、そういうものを含めてまあ監視がさらに含む、まあ、監視社会がよりまあ強化されていくと、まあ、そういう中でこの現代の治安維持法と書きましたけども、まさに治安維持法としてまあ国家から見てですね、つまり国家の秘密に近づくものをまあ国家に歯向かうものであるということで、あのそれをどんどん弾圧していく、まあ、処罰していくということになる可能性があるので、まさに現代の治安維持法として機能していくという可能性が私はかなり高いと思っています。まあ、そういう大変これはもうとんでもない悪法であるということになると思うんですね。本当ですね。もう二度と出てこないくらいコテンパになんか何とかしたいなとか思っちゃうんですけどね。はい、あのそうですね、議員回りしてる時にあの私は一緒じゃなかったんですが、あの若い秘書さんが、まあ、皆さんよくあの現代の治安維持法とか言ってますけど私はそう思いませんなんて言われたところにですね、あの年配のあの一般市民の方がうわーって言ってですね、あのしょぼんみたいになったっていう話は聞いたんですけど、結局あの治安維持法ができた時もこんな法律だと思わなかったっていうようなことを言っていたというふうに私もその聞いたんですけど、こうやってどん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 そのポコンポコンといろんなものが増えていき、または先ほど言ってたみたいに今秘密保護法案にその他っていうのが30何個もあるっていう、そのその他でいくらでも解釈していけるっていうようなことですので、警察がですね今回この法案に対して非常にこう関わっているということがありますから、うん、彼らとしてはやっぱ警察が持っている情報に近づく行為ということも含めて、うん、徹底的にそこはですね
まあ、弾圧するというか処罰していくということを考えると、それ監視を日常的に行うということになっていくと思うんですね。それで非常にこの法律というのはもう一旦これができるとどんどんこれ動きますし、現在もこの国家議論で確か松島さんがですね、10年では軽いと、20年ぐらいする、懲役20年間すべきだと言ってるようなところもあるんで、まあ、当然これ将来無期とかですね、死刑も入る可能性あります。実はスパイ防止法には無期と死刑が入りました。戦前の軍紀保護法とか、そういう国家保安法にも死刑無期がありました。つまり外国にと通報するといいますか、外国に情報を出すということは、これはもう、ね、とんでもない行為であるということで死刑無期があったんですね。いずれこの私はこの法律もいずれは死刑無期が入ってくる可能性があると、そうしたらもうとんでもない冤罪を生んでしまう可能性があるということですよね。そういう意味でこの法律はもう一旦できるとどんどん私は運用でですね、悪い方にどんどん運用されていくと、そしてまさに弾圧放棄として利用されていく、それで市民を弾圧するということに使われていく可能性は高いというふうに思っています。絶対止めなきゃダメですね。なんか、まあ、NSC がその衆議院で、まあ通過した時にですね、その産経新聞だったかと思うんですけど、その戦争することが前提、まあ、戦争というかですね、その外国に日本からその軍事で、まあ軍隊が行くっていうようなことを前提に、当たり前のようにこの NSC は必要なんだみたいにの文章に書かれていること自体がすごく私は怖かったんですね。もうすることが前提で、そんなのはもう議論のもうする余地なしみたいなことになっていることにが普通にその新聞のニュースになっているっていうことが、ちょっとこれは異常だなっていうふうに思ったんですけどね。そうですね、まあ、今やっぱり NSC というのはまさに戦争をするため、さっき言ったも集団的自衛権を行使して、アメリカのために日本が戦争するための司令塔になるということですよね。しかも今の議論では議事録も作るかどうかわからない、まあ、作る方向で検討すると言ってますけど、法律上は議事録が作らないことになってますから、後でそれは誰も検証できないという、どこでそれを決めたのかということについて誰も検証できない仕組みになってしまうかもしれない。そういうところも、そういうところで戦争するということが決められて、で場合によっては日本もですね、徴兵制度がまあ、導入されるかもしれないんですけども、若い者がそれで徴兵されて、まあ、海外に送られて、まあ、殺されてしまうということもあり得るわけで、大変怖いこれは動きだと思います。そうですね、もう NSC もなんとかしたいなっていう感じですね。ありがとうございます。ちょっと頑張らなきゃいけないなと思うんですけれども、まあ、通ったとしても頑張っていかなきゃいけないということで、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、ここでですね、そんなわけで私たち市民もですね、なんとかしなければということで、10月くらいからちょっと遅ればせながらシール投票とかで、今は議員回りをしてるんですが、ちょっとその辺の話をフクロウの会の坂上さんの方からしていただけますでしょうか。はい、よろしくお願いします。ちょっとその前にね、今の話の中で、NSC の具体的なイメージなんですけども、まあ今4大臣が、まあ、ここにも A がありますけども、まあ、閣僚が集まって判断するってことですけども、まあ、実際には官僚がついていますよね。それで、で実際にはね、まあ、防衛官僚っていうと制服組も入るんですかね、まあ、陸海空の制服組が来て、で今回ね、そういう場に呼ばれたぞっていうので警察官僚が入ってきて、そういう、まあ、官僚たちが結局ね、その軍事の決定なり、あるいは、まあ、特に制服組が非常にこう戦争遂行に関わる非常に重大な決定を、まあ、実際には彼らがやってしまえるみたいな、基本的に彼らが進言したことを、まあ、その4閣僚というところが、そうですね、了承するかどうかですから、でまた警察官僚がその、まあ、治安維持的なところで、実際にその重要な決定の下す自分たちができるぞみたいな、そうですね、結局なんかそういう存在なのかなという気がしていて、はいはい、大変怖いですよね。怖いですよね、はい、まあ、それをもう脈々とこう、はい、官僚たちがこう準備をして作り上げてきたものが今なんか動こうとしてるっていうのがすごく怖いなというふうに思いますね。なんかその先ほどのそのことでも聞こうと思ってますが、これよくその憲法違反だよって、その秘密保護法は憲法違反じゃないですかっていう話で、その NSC もそうなんですけど、
憲法違反じゃないのかしらって思っちゃうんですけど、どうなんでしょうね。まあ、今の自民党は今の憲法を変えようとしてるわけですから、ね、憲法違反かどうかって関係ないですよ。もう憲法違反でいいんですよ、うん、彼はこの憲法が間違ってる、ね、憲法が違ってる、憲法を変えるべきだという考え方なので、今の憲法がおかしいって言っちゃうんだもんね。だからこれはまさにまあ、いわゆる下克上状態なんですけど、うん、つまり法律が憲法を変えるという下克上状態をするのが彼ら、まあ、安倍政権の彼らの狙いであり、うん、まさにこの法律でどんどん変えていくことによって、うん、実質的には憲法をまあ解釈改憲していることに等しいですね、うん、まあ、結局憲法の意味をなくしていってるわけですよね。そうですよね。ですからこれはもう完全に法律によって憲法を変えるという彼らまさに一種の革命ですね、うん、を彼らはやってるわけです。それを私たちは止めなければならないというか、本当に恐ろしい。しかも彼らも当初は96条を使った、はいはいはい、正式な改憲手続きを取ろうとしたけども、うん、うまくいかないことが分かったので、うん、もう解釈改憲で行くと決めた瞬間からもう憲法を守る気が一切なくしたということです、うん、憲法はもうどうでもいい、法律を作れば実質に憲法はなくなってしまうという、うん、そういう考えに基づいて彼やってますから、うん、もう本当にこれは革命ですよね。憲法を全く否定した行為ということなんです。革命か、まあ、一種の革命です。だからこれを止めなければいけないので、うん、彼らは本当にそういうことを平気でやってるわけですね。そうですよね。そのだから、まあ、この FFTV でもね、憲法の話は、うん、前にね、宇都宮さんを呼んでやったりしたんですけども、要するに9条だけじゃなくて非常にこう全面的にその国家をして国民を縛るっていうね、その完全にこうひっくり返しの体制を作ろうとしていて、でただそれがストレートにいかなくなったところで、まあ、解釈改憲という動きになっていて、でそれが単に、ね、集団的自衛権の行使だけじゃなくて、要するに治安維持的なというかな、国民 の, 動きをもう監視するという形で の, その内政 の, その, 監視というかね、そういうところでも同じように、まあ憲法、今の憲法の範囲内でもギリギリ限界まで、ね、まあ、ある意味もう一手超えてでもやって、もう法律でやってしまうぞみたいな。私はもう端的に国民主権を否定しようとしてるんだと思うんですよね。国民主権を否定し、だって国民の情報を一切見せないようにするというのはまさに国民主権の否定ですよね。今回のこれはまさに国民主権の否定であり、本当に国民をまあ完全に、まあ、奴隷状態というのかな、まあ、戦前のまあ臣民のような国家がまあ保護なんていうか権利をまあ与えるみたいな、もともと憲法人権というですね、国会前からこう人権を持っていたという概念を彼らは否定していて、あくまでこの権利と人権というのは国が与えるものである、そういう考え方ですから、逆にいつでも奪うことができる、で国民主権というのを実質的に否定しているので、とにかくもう主権者ではないんだというふうに扱っていると思うんですね、日本の国民のことをですね。で そんなことをね、まあ改憲という形 ではなくて、まあ、秘密保護法をまずは手がかりにってことなんだと思うんですけども、うん、まあ、ほとんど国民というか普通の人たちは そんなものであることもわからない、そもそも秘密保護法が何であるかっていうのはもう知らないうちにもう次々とっていう動きになっていて、 ね、まあ、それでまず、まあ、私たちってまずシール投付用でしょうね、うん、そうですね、20日ぐらいからやって、で、まあ、とにかく知ってもらおうと、そういうものがあるんだと、でまあ、投票を、ね、してもらうと、まあ、私たちがやった頃は、反対と分からないが同じぐらい、うん、数ぐらいで、まあ、反対の方も多かったんですけども、うん、同じ数ぐらい分からないっていう方が多くなってきて、ただここに来ていろいろ報道もされて、うん、分からない数よりもやっぱり反対の数がだん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 こう増えてきている、うん、まあ、賛成も増えてきたりしてるんですけども、それはまあでもそれなりにその法律の、うん、そのものっていうのは知られてきてるかなとは思うんですけどね、うん、でその中でやっぱりもう実際に国会審議始まったということ で、うん、で先週からやり出しているのがもうみんなで国会、行こうと、うん、で議員回りをしましょうということで、うん、先週は、4日間ですかね、火水木金と、うん、1日、4、50人の方が集まりまして、うん、でチームを作って、まあもうほとんど初めての方が多くて、うん、ね、でまあ、ドキドキドキバキしながら、うん、でも、うん、ね、いろいろ一緒さんなり、まあ、時々議員本人にも話ができたりして、うん、まあ、非常に参加された方は新鮮な体験をして、まあ、こういうこともできるんだということ で、うん、で、ね、でだんだん慣れてきて、ね、だんだん慣れてきて、なんかプロが出てきたみたいな感じになってきましたけども、はい、まあ、先週主要に回ったのは公明党で、うん、まあ、なかなかもう党としては態度を決めてますっていうので固くなな方多かったんですけども、それでもまだ日を追って反対の方が増えてますよという中で、
まあ、その議論を挑むようなですね、そういうあの秘書さんも、そうですか、時々いてっていう感じだ、うん、なんかこの間毎日新聞で私の知り合いの公明党の弁護士の議員の方が、私は反対でやるっていう、言ってるというのを買ってやって、すごくあのなんかね、嬉しいなと思いましたけど、やっぱそういう人がいると思うんですよ、だから皆さんがこう接する中でそういうものがだんだんこう表に出てくるようになるというんですかね、そういう意味ではぜひやっていただきたいし、そうそう、今の憲法がですね、法律で変えられると一番最大はこの自民党がもう法案の公表してますが、国家安全保障基本法です。これは完全にもう集団的自衛権を法律で認めるという法律ですが、これをもうこれ彼らはもう作っていて来年出そうとしているんですね。これが最大の憲法、まさに憲法9条の完全否定です。それを法律でやろうという、これはもうこれをやることはさらに宣言してます彼らはね。これは次の段階で出てくるものですね。で、まあ、先週後半からは民主党もあって、うん、まあ、とにかく党として反対の姿勢を貫いてほしいと、うん、まあ、それで修正協議とかね、まあ、あるいは情報公開法と引き換えにみたいなことはとにかくやめてほしいということはずっと言っていて、うんうん、まあ、それでも、まあ、なんとなくだんだんあの党内でも反対の声が多く、ね、増えてきてるんだっていう、ね、まあ、今日あたりではまあ修正には応じないような報道が出てたりしてるんですけども、それで今、自民党なりですね、あと今日はまあ、維新とみんなの党でその修正協議がもう始まったということで、うん、いやそういうのは応じないでほしいということで、うん、まあ、そこを中心に回ってますけども、うん、まあ、ぜひ、明日も、3時から、ね、参議院の議員会館のロビー集合ということで、行いますので、あのぜひ皆さん来ていただければと思います。あの先週も愛知の岡崎から上京してくださって、うん、今日はですね、うん、奈良から、あ、そうですか、そう、わざ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 このために議員周りのために、そうなんです、それはすごいですよね、そうなんです、そこまでやっぱりやるエネルギーっていうかですね、うん、それを本当に大事にしたいですね、そうですよね、だからあのやっぱり地元の方が来てくれると議員さん の、ね、あの事務所の方も全然違いますね、全然違うんですよ、選挙民だったら有権者ですね、目の前の有権者で言って票一票出てましたね、そうなんですよね、でその後ろにはたくさんこんな風に、あのその方はシール投票を先週その近鉄奈良駅のところで皆さんでやって、それがきっかけでね、はい、であのやっぱり強くそのあのこれに反対しようって言って、その地元で、まあ、奈良の周辺であのやってくださっている方がいて、それにみんなでこう、うん、あの、うん、私も やろうやろうって言ってきていて、うん、まあ、今回状況、うん、自分ができるから行ってくるみたいな感じだったんですね、うんうん、ちなみに近鉄奈良駅で、週末やった時は賛成はゼロだったって言ってましたね、なので、まあ、やっぱりわからない方も、うん、あのもちろんね、わからないのは普通ですよね、そうなんです、うん、あのこれだけ今やっとその国会でその通りそうになるっていう状況でマスコミが言い出している感じもちょっとあったので、うん、あのもっと早くからねやってくれたらいいのになって思ったりもしたんですけど、うん、そんなわけでぜひ、地元の方っていうのは別にその首都圏に住んでる方でも全然地元の方でね、うん、来ていただいて、ね、話をしてくれれば全然違いますのでね、行ってほしいなと思いますけどね、そうですね、うん、で明日、3時からやって、で、うん、明後日は、ま、議員周りではなくて、アピール行動ということで、うん、衆議院の第二議員会館の前で2時からですね、はい、秘密、3時までやって、はい、秘密の方法を考える市民の会としてやって、うん、3時半からはまたです、ね、はい、実行委員会があるんですね、はい、あの火炎瓶鉄さんとかプロジェクト 99% 安倍さんとかが、うん、まあ、みんなであの、その秘密保護法を止める実行委員会みたいなのを作ってるんですけど、うんうん、3時半から官邸前、ね、はい、官邸前やります、はいはい、で来週の月曜日またあの議員周りを呈してまして、また情勢次第ではまた追加で、うん、やりたいと思いますので、うん、もうぜひ早いになるまで、はい、はい、頑張りましょう、頑張りましょうっていう感じです ね、 もうね、今までも、まあ、諦めっていうかその時はダメだったっていうのがあったので、うん、ここでも頑張らないと、ね、踏ん張らないとい、ね、私はまあ諦めたら終わってしまいますので、終わってしまいますよね、最後まで諦めずにやることが大事だと思う、ひたすらやり続けるしかないで、ね、でやっぱり間違いなく少しずつ日々ですね、うん、世論が変わってきていると、うん、つまり、ね、こう世論調査の結果も日々、うん、少しずつ反対が増えてきていますし、そうですね、これはまあ確実にやっぱり政府に対してですね、うん、インパクトを与えていると思うので、うん、だから逆に彼らは急いで、うん、上げようとしているわけです。そうならないためにも、やっぱりもうこの皆さん の、 この反対運動がどれだけこう盛り上がるかという、はい、これにかかっていると思います。はい、じゃあちょっとみんな各地で盛り上げてみたいなね、そうそう、週末に地元の議員さんの事務所に
あのぜひ訪ねて、そうですね、はい、行ってみたいな。特に公明党なんかは、うん、議員会館よりも絶対地元の、そうですね、あの、はい、事務所の方が、はい、あの全然対応は違いますね、はい、そうですね、はい、あの議員さんによってはもうファクシミリもね、あの電話もたくさん頂戴しておりまして、うん、皆さんの声はあのよく存じていますっていう丁寧な秘書の方とか、うん、あのそれでファクスは相当いけると思います、ね、ファクスが何百万来たら、うん、やっぱりちょっとね、うわーってなっちゃいますね、やっぱりちょっと彼らもね、うん、あのこれ大変だと思いますよね、そうですよね、はい、だからあのちょっと訪ねていくのはハードル高いわっていう方もですね、ぜひファクスはですね、そうですね、送りましょう、はい、各地でやりましょう、はい、っていう感じで、これは本当に止めないと、改めて今日本当になんか怖いなっていうか、うん、悲しくなっちゃいますよ ね、うん、すね、これを私たちの、まあ、生きてる間に通すなんてことがあったら、うん、なんか次の世代の人たちに申し訳がない、うん、ね、立たないという感じが本当にしますので、ちょっとみんなで頑張りましょう、はい、これをね作りたいっていう人が同じ日本の中にいること自体がちょっと悲しいんだけど、そこは頑張ってあのみんなでやっていきたいと思います、頑張りましょうと皆さん声をかけていただいてありがとうございます。ちょっと今日私ツイッターを見れてなかったりしてて、もしかして質問をいただいてて逃してたらごめんなさい、その改めてまたあの先生にあのツイッターで質問させていただいたりとかしたいと思いますので、はい、先生もあの本名でツイッター、本名ではないんですけど、まあ一応あの探せば出てくるんですけど、なんかあの私名前探したら出てきたんですけど、この方なのかななんて思いながら、ちょっと探したいんです、はい、じゃあ後ほどちょっと、皆さん今日はどうもありがとうございました、はい、また今後ともよろしくお願いします、はい、ぜひ私もあの頑張りますとか最後まで諦めずに頑張りたいと思っております、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、あ告知する、いやもう議員周りがと抗議、はい、アピールですねがメインでしたので、はい、ということで今日は FFTV の特集63、秘密保護法と国家安全保障会議日本版 NSC ですね、何を狙っているのかということで、山下幸男弁護士 と、はい、徳根和幸さんに、ゲストでお越しいただきました。本当にどうもお忙しいところありがとうございました。これからもちょっと一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ひとみちゃんも怒ってるわよ。ひとみちゃん今日回り早いね。はい、国民取締り満々ですね。本当です。ちょっとその警察の方々が頑張ってるのがちょっとやだね。